岩に触ってたからね、ピーは岩に触ると弱いんだ。やばいと思った時はもうちょっと遅かったね。はい、いや出てきました、横島のやつです。青キギン、こんなずっと吹かないことがあるなんて。前のジュラシックレイクの時にはやっぱり初日のあたりが吹かない時があって、でも逆にその日は全く釣れなかったですね。こんな釣れねえのかよ。風が吹いてきたら結構釣れるようになりました。わあ、今のなんだよ、ゴゴンゴゴンってきましたね、ゴゴン。向こう側の岩のところで結構いっぱいグワッグワッとやってるよ。ダメだね。なんかな、岩だね。普通に今の僕が巻いてるリトリーブぐらいのスピードで、だいたいこいつ 30g でだいたい 3m ぐらい潜ってます。だいたい 3m、 ほぼほぼ。ちょうどこのルアーは魚種格闘技戦でエサシと言われるところで、シャケなベイビーのね番組をやった時に、まあまあそれのために作ったようなもんですけど、北海道の浮きルアーっていうのはだいたい棚が2メーターぐらいで、でゆっくり巻いてくるとスーッとこう浮きがついてる、こうグッとこう浮くんですね。そうするとだいたい 1.5 メーターぐらい、浅いちょっと早めに巻くと1メーターぐらいの棚を泳ぎます。でその上の浅い棚やってると、あんまり釣れてない。で僕らは浮きをつけないでやるとだいたい3メーターぐらい、もっと深い棚をやってくると鮭入れ食いになるんですよ。ブルーの翌日もガツンと来ないね。ほぼほぼこのグリーンは作った時なかったんですけど、ちょっとグリーン作ってみました。でも使ってるスプーンごめん、どれも一応当たってます。まあ基本的にはもう全部やっぱりシルバーですよね。一応ゴールドはほとんど持ってきてません。万が一ゴールドがいい時にはフィッシュです。喋ってんのに人に喋らせてよ。ゴールドがいい時には黄色のマッキーを持ってきておりますんで、ね、マッキーで、シルバーを塗れば金になります。金色にね、すみません、銀が金になりません。銀が金になったらね、塗っちゃえば相当金額が変わるんじゃないのって。いやそっちかみたいな、ファイト中に何を喋ってるんでしょうか私は。はい、キングです。ただバカデカちゃんがね、なかなかね、これはもうドンピシャでしたね。よいしょ、オスです。赤いです。お腹が真っ赤っかになってる。体にちょっと巻きました。ラインが巻かれてます。はい、入りました。ふぅ、やりって感じでございます。よいしょ、いやもうキングってことで、1メーターいかないとやっぱりキングっていう、あそこまでいかないんで。ああ、いや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 、うん、すごいいいから
あーでも色いいね、いいでしょ、ほら、いやこれすごいいい色ね。鮭はね、ブラが入ってかっこよくなるんだよ。いや、OK、2、3、ユー大正解だね。いやThank you。 ここはずっとこういう石がすごくあってですね、滑る石もあるし、あのそうじゃない石もあるんですが、普通のあのウェディングシューズのあので来ますと、あのフェルト底ねで来ますと、あのすごい滑るんですよ。どういうのがいいのかというと、こういう感じ、ここにこれゴムなんですね、でこれフェルトで、これスパイクでピンがあります。で、あのニュージーランドなんかの場合は一度使ったやつは持ち込めませんので、まあ消毒するとかそういうのがあります。これはここ張り替え式なんで、これあのマイナスのドライバーからグッてやるとこれバリバリって剥がれるんです。でこれ剥がした後ですね、またあの次の国に行くときにはまたここで新しいのをここに貼っていきます。午後になるとやはり風が吹き始め、向かい風となるアウトレットポジションは無念の撤収。翌日も風が吹いていないことを願いながら湖へと向かう。さあ今日はちょっと遠くまでやってまいりました。マンモスベイって言われるところですね。まあ、湖 の, あのほとりでございます。湖何度かやりましたけども、一番奥の方にあります、ちょうど風浦、そんな大きくないですけども、まあ、ポンド型のこうあるんですけど、まあ、そこに魚が休みにやってくるという噂を聞きつけまして、ここまでですね約 5.2 キロ、あの車降りてからね、5.2 キロで、まあ、時間にすると大体1時間ぐらいですね。休み休み来ると1時間半ぐらいだと、いう感じで見ていただければいいと思います。まあ、僕らの足で1時間、ね、皆さんの足で 1.5 時間まあそんな感じなんです。クリアだクリアだって聞いておりましたが、ちっともクリアではございません。白く剥奪しております。タックルはいつものように2833、リール C5000、でもレイクにはもうレイクで痛い目が合っておりますんで、皆さんが来るときは6000番に、P の3号、300メーター巻いてきてください。そうしないと僕みたいに痛い目に遭います。で、ということで早速この辺から行ってみた、本日のルアーをご紹介いたしましょう。はい、いつものグリーンです。はい、まあ、グリーン、ブルー、その他いろいろ持ってきておりますので、特会引っかい行ってみたいと思います。どうする？わかんない。まあとりあえず適当に投げてみましょう。まあこう大した大きさのとこじゃないし、風もないんで25から30ぐらいでいいと思いますね。今あのやり始めてパッと思ったのは、そっちのあの出口の方であんまりかけたくないね。香港に出ていっちゃったりなんかすると大変なことになっちゃうから、深いところで 5、6 メーターってとこじゃないかなっていう感じで思っています。あ、しかも下にウィールある、ワカメみたいなのがくっついてきた。魚が入ってるのに見えるって聞いたんだけど、いないね。今のところ何も触りはない。なんかやり方違ってる。たださ、ここあのキャッチ&リリースはいいんだけど、ジャックもキャッチ&リリースしちゃってるのが俺すごく心配なんだよね。あの早く帰ってきてしまう遺伝子が入ってしまうと、あのスモール化しちゃうんですよ。
そのためアラスカなんかでは抜くっていう作業をするんですけどね。よし。いい音だよね。ここならほら沖に走ってくっていうあれがないからさ、結構余裕。この間500m とか走られたらまあもうアウト、無理やり止めなくちゃいけなくて。あの時のは相当でかかったよ、言っちゃうんだけど。お、いいメスだね、これも。入った太いメス。クイーン、ビッグクイーン。いや、やっぱり白ジャケの時もそうなんだけど、クイーンが多いんだよな俺。なぜかクイーンが多いの。1m8cm ね、ビッグクイーンでございますよ、ね、あれと一緒にペア組みしてるオスは 1m98cm。 いやそんなに失礼しました。よし、やり。落ちてるところは水深にして1メーターぐらいだと思いますね。うわ、さばんないね。違う、今のです。今さばりました。よし、フィッシュ。魚は見えませんが、今ちらっと尻尾が見えました。まあまあなんじゃないの。今ね、一回もぎこう絡んでそこからプツッて切ったんですね。もうで切った時に軽くコンって当たりがありまして、それ乗らなくて2度目のコンで乗りました。オスっぽいような感じすんな。うわ、ごめん、楽しいよ、超楽しいよ。そこまでのサイズではないような気がしますが、不気味な音ってよくない？ゆゆ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 ゆってやつ。風切り音もね、日本だと周りに車の音とかいろんなのがあってあんま聞こえないのよ。何もないでしょここ。もうトーマスが近づくと、あ、またトーマス来たって思われてるね。あ、オスですね。いいオスじゃん。いいオスだよこれ。ちょっとほら、すっげーでけー、すっげーでかい。
よし、入ったー。ああ、ふー、ふーす。すんげーでかいオス。ナイスサイズ。いや、いや。あれ超えてない。うん、長さは超えてない。123。幅71。あれ超えてないの？十分俺なんか最高記録に見えるんだけど。ハゲてきたとこ、マジック黄色のマッキーで塗りましたんで、グリーンゴールドシルバーです。自己記録とほぼ同じ。およそ23キロのグレイシャーキング。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は、釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。